皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回は三角筋後部を鍛える種目リアシュラックというトレーニングを紹介していきます。三角筋後部を鍛えるトレーニングとしては、まあ、リアレイズとかね、ライングリアレイズとか、まあ、リバースペックフライとかね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、どれもね、レイズ系の種目ばっかりなんですよね。で、レイズ系の種目でももちろんいいんですけども、やっぱりですね、高重量が扱えないっていうのがネックになってくるんですね。で、そこを解消してくれるのがこのリアシュラックという種目になるので、ぜひぜひね、三角筋後部の種目のバリエーションとして覚えていただければなと思います。やり方はね、すごいシンプルで、リアシュラックっていうぐらいなんで、シュラックを体の後ろでやるだけなんですよね。手幅はだいたいですね、もう自然にもう腕を真下に下ろしたぐらいの手幅で、バーをですね、体の後ろで持っていただきます。で、もうあとはシンプルにここから体の後ろに上げて下ろして、で、シュラックみたいに腕を伸ばしたまま上げてしまうと僧帽筋にしか効かないので、肘から上げていくイメージでやってください。そして下を向いてしまうと僧帽筋に効きやすくなってしまうので、しっかりと正面を向いたまま動かすというふうにやってみてください。で、このリアシュラックなんですけども、リアレイズのようなレイズ系の種目に比べてかなりの高重量が扱えます。なのでレイズ系ではなかなかね、高重量で刺激を与えることができなかった三角筋後部に新しい種類のね、新鮮な刺激を加えることができるので、普段ね、リアレイズぐらいしかやってなかったという方はぜひぜひね、取り入れていただければと思います。ただし、このリアシュラックは高重量が扱える代わりにですね、見ていただいて分かると思うんですけども、可動域が非常に狭いんですよね。なかなか大きな動きで鍛えることは逆に難しくなってくるので、これだけでいいかというと、そういうわけではなくて、しっかりと大きくウエイトを動かすリアレイズ系の種目とバランスよく組み合わせてですね、やっていただければいいんじゃないかなと思います。このリアシュラックなんですけども、バーベルでやっていただくのもいいんですけども、スミスマシーンを使っていただいてやっていただくのも、軌道が決まっている分バランスが非常に取りやすいので、その分ですね、この高重量で鍛えることができるというリアシュラックのメリットをより活かすことができます。そしてこのスミスマシンのように軌道がちょっと斜めになっているスーパースミスマシンの場合は、ちょっと後ろに向かってバーを上げていくことができるので、よりですね、三角筋後部に効きやすいんですね。というのもあるので、ぜひですね、このスーパースミスマシンがジムにある方はバーベルもいいんですけども、このスーパースミスマシンを使ってやっていただくと、よりですね、高重量で新鮮な刺激を三角筋後部に与えることができるので、ぜひチャレンジしていただければと思います。ということで、今回は三角筋後部のトレーニング、リアシュラックを紹介させていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。